ルイド・フレシネ・ウラニー号、ルイド・フレシネは、フランスの海軍士官である。太平洋の探検航海を行った、ウラニー号の船長である。ドローム県のモンテリマールに3人兄弟の2番目の男子に生まれた。2歳年上の兄、ルイ・アンリ・ド・フレシネも、海軍で働き、後に、レ・ユニオンの総督などを務める人物である。 弟の子が第三共和制時代に首相を務めるシャルルド・フレジネである。1793年にフランス海軍に入隊し、イギリス海軍とのいくつかの海戦に参加した。1800年に兄とオーストラリア・ナンガム及び南西岸の調査航海に参加した。この航海は、博物学者、ニコラ・ボーダンの指揮によるもので、その少し前に、 オーストラリアをイギリスの航海者、マシュー・フリンダースが調査している。1803年にニコラ・ボーダンが没した後、フレシネが海図の制作を引き継ぎ、1805年にパリに戻り、海図の制作と新しい探検航海の計画作成に従事し、1811年にオーストラリア沿岸の地図を出版し、これはフリンダースの海図の出版よりも3年早いものと、 なった。旅行記の執筆も行い、ボエッチゲテイクベトオテアオーストレイルズは1807年から1816年までパリで出版された。1817年に太平洋探検公開を行うウラニー号の船長に任じられ、水路学者のルイージドールデュープレや博物画家のジャック、アラゴーやアドリアントーネーラが隊員に加わった。リオデジャネイロを経由した太平洋に入り、 重力測定、地磁気測定、天体観測、気象観測の他民族学、博物学標本の収集を行った。3年間、太平洋を航海し、オーストラリア、マリアナ諸島、ハワイ諸島や、その他の太平洋諸島、南アメリカなどを訪れ、1820年2月、キロのフォークランド諸島で、ウラニー号が難破し、失われたにもかかわらず、 多くの分野の博物標本、訪れた場所に関する膨大な記録や、図ハミア地図をフランスに持ち帰った。探検の記録はフレシネが監修して、ボエチ・オトゥール・ジュモンド・フェパール・オルドル・ジュロ・アシュールレ、コーベッツ・デー・ス・エム・エル、ウラニエ・イ・ラ・フィッシアン、ペンダント・レアンネ1817、1818 18、1819、1820として13巻の4つ折り版の、 本文と四巻のホリオ版の図版、地図と共に刊行された。1825年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、パリ・チリ学会の創立者の一人となった。フレイクは植物の学名で命名者を示す場合に、ルイド・フレシネを示すのに使われる。ありがとうございます。